私の気持ちをもう一度お母さんに言おうか悩んでいるんです。小説家になることを反対されるのは分かっていますから。そうやな。だから今はさ、ビートリフレお待ちとするかな。謎理論だだだって、謎理論だだだだ、お前が言ってるその理屈は謎理論。いや、節電キスでよ。今回もやっていくぜ。節電もう不要だ。お客を待つぜ。今日はどんな女が来るんだ。いらっしゃいま。どうした？朝霧さん。朝霧さん？どうしたんですか？なんか深刻そうな顔になって。別に。何？いきなりツンデレの通貨強くなってきたけど、お前。前回あんだけデレが出とったのに。そうですか？マッサージの準備ならできてますけど、どうしますか？アトシ先生。お？私って本当に走れるようになると思う。全然別にじゃなかった。結構深刻な話になってきてる。それは、朝霧さんならできると思ってます。そっか。そうだぞ。別に足には問題じゃないんよ。自分で自分のことと信じんでどうするん？結局、やるかやらないかは君次第なんだから。そこはマッサージの分野じゃないぞ。自分の心とどれだけ向き合うかどうかぞ。久しぶりに病院に行ってみたんだよね。ああ、そうなんじゃ。そしたらさ、もう怪我は治ってるって言われた。ああ、現実が自分の思っとったこととは違うってことが分かったんやな。やっぱり朝霧さんの怪我は完治していたんだ。彼女が走れない原因は精神的なダメージから来るもので間違いない。でも本人がそれに気づいたらどんどん自分を追い込んじゃうよな。立ち直れなくなる前にどうにかしてあげないと。やべえ慰めるの意味がちょっとベッドの上でいい感じになってしまう。俺の中の頭の中じゃこういうゲームだからベッドに連れ込むことを考えてしまう俺がおるそこまで行ったらもうダメだ。あるじゃ恥になるかダメだ。そこで手前で一歩止まらんかったらよかったじゃないですか。怪我が治ってるってことは走れるってことですよ。人の話聞いてた聞いてましたよ。だからマッサージでコンディションを整えましょう。絶対に走れるようになりますよ。アツシ先生は優しいね。そうだよ。全日本優しい人間選手権で優勝狙えるからな、俺。先生、いつものマッサージをお願いしてもいい？もちろんです。まあ、レベル高いな。でもね、やっぱ、朝霧さんの心の奥底に踏み込みを感じやけんさ。朝霧さんの中の重要な部分にさ踏み込みようけんな今。そりゃ難しいもんなるでしょう。アツシ先生のマッサージ、あれ頼りにしてる。そんなスパーツ履いてたっていうぐらいのスパーツできてますけど嬉しいです。頑張ります、うん、私も頑張らないとだね。そうだぞ。てか今回はほどいてないやな髪の毛。不安そうな顔するな。自分を信じないでどうするんだ。わっ、厄介やな。これをブーンって言う間にさ右が来たりするんやな。どうにか水なしで行きよる。はい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 、よし。ちょっと難しいんやけどな、イージーにしては。なんかおっぱいぐにゃぐにゃになってる。おっぱいぐにゃぐにゃになってる、な、胸のところになんか住んでない？小動物がなんか胸の中に住んでないか。なんか飼ってるよ、お胸の中で。シャツの中でなんか飼いよる。家で認めてもらえんからって胸の中で飼うことないだろう。あ、阿部さん同時に強肩、右と同時に。ああもう頭の中で処理できんのよな。
右と左でさ、違うことさせられよった。処理できんのよ。あんまり喋るよ言うない。涙の量が。アツシ先生、気持ちいいよ。やばいな。なんか力も。これ仰向けでそんなこと言われよけんさ。なんか隠れとる部分でなんかいやらしいことしとんじゃないかって見えてしまうよお前。しないからね。これは下半身なんもないですよ。ただマッサージしてるだけよ。はい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 、この辺まだいけそう。これいいね、これあげんな。ほんま難しい。俺がリズム天国とかそういうゲームやったらどうなるんだろうって。そう、同時に来るなってよ。長いやつと点々のやつで同時に来るなって思うよ。はい、ほんまイージーやけんクリアできようよな、これ。まあよかったよ。ごめん。まあちょっと休ませて。今回おっぱいが荒ぶいよけんな。今やってなんかちょっと不自然なぐらいに上下しようよな。え、朝日ちゃん、シャツの中で小動物飼うん、ちょっと、ハマってる？なんかおるよ。なんかおらんかったらこんな動きせえへんと思うよ。呼吸だけで動くような量じゃないと思うよ、この動き方、お前。なんかおるぞ。左乳、右乳に一匹ずつおるぞ。すごいよね。本当に。うん、すごいだろ。でもさ、シャツの中で動物で2匹も飼いよる君もすごいと思うよ。朝霧さんが走れるように願いながらマッサージしてますからね。うん、マッサージだけじゃないよ。なんかさ、先生と話してるだけでも落ち着く。へえ、マジで？俺心理学の免許とか持ってないんですけどね。あ、でもさ、親しい人と話すってことがさ、まずこの心理的にリラックスできる方法なんかもしれんな。その親しい人と何気ない会話っていうのも結構心には癒しになるんかもしれんわ。そんな関係になれとるってことかな。そんな大げさな。大げさじゃないって。今までいろんな人がいたけど、先生みたいな人は初めて。そうか、ここまで自分のことを話した人ってあんまりいないから。マジで本当に不思議だよ。頼ってくれとんやな。ちょっとは頼りにしてもらえてるってことですよね。嬉しいです。謙虚だな。でも、うん、そこが先生のいいところか。うん、これまでさ、スケベなところに手出さんでよかったわ。この子にお尻ペンペンとかしたらどうなるだろうな。一気に効果の下がるんかな。さてと、頑張って先生の期待に応えないとね。おう、無理はせんようにな。もしかしてこれから走るんですか？うん、家まで走ろうかなって。ダメかな。やる気なのはいいんですが、体を痩せるのは大切ですよ。マッサージを受けた後はゆっくりするのもいいかなって思います。そっか、それなら先生のアドバイスに従っておこうかな。うん、今日は体を休めて明日から頑張るよ。そっか、それがいいと思います。気をつけて帰ってくださいね。ありがとう。これでさ、明日走ってさ、明けすぎがブチ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 って切れたらどうしようかな。それで緊急搬送とかされたらどうしよう。すごい音したねみたいな、近くの人がさ、ブチ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 。嫌やなそれ。午後も今日はお客さんが来る日です。さあ今日、今回は誰だ。午後はねえ師匠、家事ができるようになるのはどうしたらいいかな。いきなりどうした。お孫殿が家事をしたいとはどういう風の吹き回しじゃ。お前じゃいきなりどうしたん。ほら、雪城さんに甘えっぱなしだからさ、そろそろ僕も家事ができるようにならないとなーって。なるほどな。あ、最近料理をしていると思ったらそういうことじゃったか。ならば雪城に教えおこうといいじゃろう。あ、直接。え、マジでテントに足取りしてもらえるんじゃ、あのお姉さん感に。あ、やばい。
ちょっとお姉さんに手取り足取りっていやらしい雰囲気ですね。それはダメだよ。迷惑かけないようにしたいのに、ゆきしろさんに頼っていたら本末転倒だからね。して、ゆきしろに頼る方法の他に考えはあるのかの？クックパッド！それが何から師匠に聞いてるんだよ。あれ、アツシ、お前そんなにネットとか得意じゃないタイプか、とか言おったらやっぱ本人できたわ。まあ家事のことはゆっくり考えるのじゃな。そうだな、とりあえずマッサージだ。こんにちは、アツシ君。マッサージをお願いしてもいい？あれ、元気がないでみたいですけど大丈夫ですか？そう？大丈夫よ。ちょっと頭くるくるくるってなってる。頭の上頭の上渦巻きくるくるくるってなってる今。疲れですか？もしかして僕の世話をしているのが原因？本当にちょっと疲れただけだから。それにこれぐらいの疲れならアツシ君のマッサージで治っちゃうわ。もしかして年ですか？きっと無理してる。それはそうだよね。本来なら僕の面倒なんか見てる余裕なんてないだろうし。わかりました。それじゃあ施術室どうぞ。え、よろしくね。この人下半身がさ疲れ溜まっとるっていう情報があるもんな。そういう感じなんか。ゆっくり下半身を揉んであげましょう。いつもより体が凝ってるかもしれない。今日は赤いパンツだ。恥ずかしいんだけど、よろしくね。恥ずかしいって言いながらなんでそんなポーズ取れるんだろうね。下着の色がボキャブラリーあるけんな。今日はなんだろうなっていう色当てクイズもできそうな気がする。次来た時は何の色でしょうかみたいな、そういうクイズもできるからね。皆さん、ジュンゴは赤いな、すごい派手。勝負パンツだったんかな。誰に勝負するんだよ。誰と勝負するんだ。相手おるんか。あ、間違えたし。コントローラーにいない A、B とかの概念か。やっぱり俺を惑わせる。あ、間違えた。今ないちょっと頭がこんがらがるんやけど、どうしよう。はい。喘ぎ声でちょっと、喘ぎ声にちょっと恥ずかしくなって動揺しとるから、そういうのはもうないんよ。もうないって最初からないけど。どうですか？痛いところがあったら教えてくださいね。大丈夫よ。すっごく気持ちいいわ。癖になっちゃいそう。そうですね。俺も雪城さんのこのおっぱいは癖になりそうですね。甘い声もね。お腹つるつるやの。綺麗な女性ってなんでこんな膝がすごいツルツルしたんだろう。海坊主の頭かって話やん。はい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 おいおいはいはい、ああちゃうって。どうもなんかボタンの配置がまだ回られんっていう。パート7やったっけこれ、動画にするときパート7やな。パート7にしてまだこんな感じやけんな。マッサージからでもアツシ君の優しさが伝わってくるわ。そうでしょ。ただあなたに世話されるためだけの人間じゃないんですよ。あなたのことを世話しちゃうかもしれませんよ。もっとあやげよ、もっとあやげよ。欲しいんだろうがこの刺激。発言からしてお前は旦那のことをいじったりして責めたりして楽しんでるやつだろうがな。俺の施術室に来て、俺のテリトリーでお前のことは散々責めてやるぜとか言いながらめちゃめちゃミスしてるぜ。いや別に雪城さんが相手だからミスが多いとかそういうんではないんやけどね。
いつもよりちょっと1万ん一回りポイントあ、A じゃすごい S 逃してもだな。またお願いね。やっぱりちょっとさ PS5 のコントローラーつないでるんやけん PS5 のボタン配置とか出してほしかったな。 Steam ってやっぱ XBOX 基準やけんな。なんかそこどうにかしてほしい感があった。頭の中でちょっと切り替えようってはちょっとたまに変になるよな。ありがとう、疲れが取れたわ。何おいです、すみませんでした、すみませんでした。急にどうしたの。雪城さんが使えてるのって僕のせいですよね。料理とか掃除とかいろいろお世話になりっぱなしですし。違うわ、これはアツシ君のせいじゃないの。違わないですよ、僕雪城さんに甘えすぎですもんね。でも安心してください、これからは自分で全部しますから。あと履いてますよ。違うの、本当にアツシ君のせいじゃないの。でもアツシ君の迷惑になるなら。え、迷惑だなっていうことはないです、雪城さん。いや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 、ならこれからもアツシ君のお世話をさせてくれる。え、世話したいんじゃ気になる男性の世話をしたいタイプの お姉さんタイプの、なんか漫画にありそうな気がするわ。養ってあげたい的な漫画はなかったっけ、いずぞやにツイッターの広告で見たことある気がするんやけどさ年下の男の子養ってあげたい女の人の漫画なかったっけ。いやでもそれじゃあ雪城さんにお願い、アツシ君のお世話をさせて、さしたいんじゃ、そのむしろしたいんじゃ。わ、わかりました。その代わり困ってることがあったら遠慮なく言ってくださいね。雪城やばい、今日雪城って言葉を噛む。なぜか知らんけど雪城って言葉を噛みよう。もちろんです、僕では頼りないかもしれないですが、ロレツが回ってない。そんなことはないわ。アツシ君はいつだって私を支えてくれてるもの。今のアツシ君の言葉だって私にとっては。雪城さん、ごめんなさい、何でもないわ。これからはアツシ君にどんどん頼っちゃうから覚悟しておいてね。へえ、う、お手柔らかにお願いします違う意味で気持ちよくなりたいって言うんでったら、ここじゃなくて俺の家に来てくださいね。あ、駅前ってことはこういう日に食べる肉まんは最高だな。あれ違うか、そっちか、南雲先生かなと思ってた。そうじゃ、この子も駅前で見かけるよな。なんか悲しそうな顔している。なんだ、俺にお尻を戦いたくてしょうがないのか。今もって天宮さんだったような。天宮さん、こんばんは。あつし先生、こんばんは。元気がないみたいですけど、どうしたんですか。朝から何も食べてない。体がそりゃ食えや。なんなの、金欠なんか。カップ麺も買えないぐらいの金欠なんか。そうだったんですか。よかったら肉まん食べます、もう一個あるので。いいんですか。その代わり今度マッサージするとき君の胸についてる肉まんも食べさせてもらうよ。いいですよ、僕はお腹いっぱいなので。 ありがとうございます。音楽に夢中になったら朝食も昼食も取ってないんだよいくら俺ゲームに夢中になっても3食ちゃんと食べるけどなというわけで18日目、土曜日だ。まずはアパートから始まります。これはおはよう、雪城さんの方か。雪城さん、おはようございます。今日はゴミ出しの日だけどちゃんと出して。あ、またこのゴミ出しの話かあんだけ頼らないように頑張るみたいな話しとんのにいきなりこれか。お前なんか進歩しとんかこれ。もううっかり屋さんなんだから家の前に置いておいてくれたら私が出しておいてあげる。3日坊主どころじゃないんだよお前。そ、それはさすがに申し訳ないですよって、これ前みたいな。え？お前有言実行できてないぞ。
よし、じゃあお客さん待とう。よし、じゃあ今日は誰だ。春山さんかな、来てないあたり。じゃなかった、雨宮さんだったわ。なんかちょっとすごいテンション低いな。いらっしゃいませ。で、あれ、今日はテンションが高くない。いや、通常のテンションよりもさらにテンション低い気がするけどな。今日もライブがいいですよね。それにしては元気がないみたいですけど、どうかしましたか。ライブは中止になりました。は？メイのせいでバンドメンバーと喧嘩しちゃって、それでライブも中止に。はあ、マジで？そうだったんですね。でも、なんで喧嘩を？その、いつもライブが終わった後に注意されてたんです。ヘドバンをするなって。あ、注意されとったんじゃ。いや、それさ、どう考えてもヘドバンしよったら体に負担かかるってちょっと心配されての注意だろ、お前。それともなんだ、お前は俺にお尻を戦いたいがためにヘドバンをするのか。メイがそれを嫌がったら喧嘩になっちゃって。だとしたら俺も責任感じるな。だって君がヘドバンしたいのはヘドバンかける10回のお尻ペンペンを食らいたいからだろ。それだったら別にヘドバンなしでもお尻ペンペンいくらでもしてあげるのにな。なるほど。いつもメイのせいでバンドの空気が悪くなっちゃうんです。天海さんが悪いわけじゃないと思いますよ。多分ヘッドバンキングをするなっていうのも天海さんのことが心配なだけだと思うし。じゃよな。なのにさ、天海ちゃんはさ、俺に惜しい戦いたいがためにさ、ヘッドバンをさ、戦える口実を作るためにヘッドバンをするって、なんか俺は責任感じるわ。言ってくれればいつでも俺がお尻叩いてあげるのに。きっと今のバンドとメイは相性が良くないんです。メイの性格も面倒だって思われてます。あまり悲観的にならないようにしましょう。ほら、どうせなら幸せになることを考えませんか。幸せになること、幸せなら手を叩こう、幸せならケツ叩こう、幸せなら態度で示そうよって。それなら厚先生にマッサージしてもらいたいです。メイを幸せな気持ちにしてください。幸せなお尻ペンペンを見せてやろうか。わかりました、任せてください。お尻ペンペンだな。なんか幸せとはほど遠い曲流れてますけどね。幸せって感じの曲ではないですけどね。いやいや、ちょっとロックマンで言えば中盤あたりはちょっと難しくなってきた時のステージみたいな感じの BGM ですけど。わー、あと違うタイプのパンツ、二次元的なパンツ。そのアツシ先生から言われるとブルーツみたいで恥ずかしい。天海はなんでお前仰向けに向いてんだ。なんでお前仰向けなんだ。ケツを叩くんだったらうつ伏せになれ。なぜだ、ケツを見せろ。仰向けになったらケツ叩けねえだろうが。はい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 、テンポが速いぞ気をつけろ。はい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 、ケツが叩きえなくてしょうがない。はい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 、なんかテニスもおかしい。はいはいはい、どうにかミスはなかったけど、なんか途中おかしかったな。はい、大丈夫です。気持ちよくて熱くなってきました。おい、そろそろうつ伏せにならないか。ケツ戦いたいだろ。ならないか。はい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 、ドンッて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 、はい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 、サンバのリズムを知ってるかい。なんかガキ使いになった。はい、ちょっと気をつけんかった、テンポおかしい。危ない、今ちょっと見過ぎそうだったわ。危なかった。
しいです。メイ、幸せな気持ちです。そうだろ。幸せならケツ叩こうって。幸せならケツ叩こう。はい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 、危ない。ちょっと今見過ぎそうだな。ドゥンドゥンドゥン、はい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 、どうにかだよ。るミスなしでいけるか。はい、あーミスちまった。いけるかなと思ったんやけどな、ちょっとミスっちゃったね。ちょっとじゃないな、5回もミスするわ。気持ちよすぎだぜ、あっち。次はもっと激しいのくれてもいいんだぜ。元気だな、元気出たな。幸せな気持ちになれましたか？はい、とっても幸せな気持ちです。それは良かったです。雨宮さん、きっとバンドの皆さんも心配しているだけだと思いますよ。そうでしょうか。ああ、お前がイオンは注意されたって話だろ。だったらその注意されたことをさ、聞き入れればそれで終わる話ないん？メイ、今のバンドよりも前に別のバンドを組んでいたんです。でもメイはこんな性格だから、バンドメンバーとよく喧嘩してすぐに解散したんです。あ、そんなことがあったんじゃ。みんな仲良かったのにメイがいたから、だから今のバンドもメイは抜けた方がいいと思うんです。あ、これがさ、メイちゃんの弱い心の方なんやな。そんなことはないと思います。アマメイさんは一生懸命頑張っていたじゃないですか。僕は初めてアマメイさんのライブを見たとき、とっても輝いていましたよ。本当ですか？そうだ、多分視聴者のみんな見えているパンツにしか目がいてなかったと思うが、俺はアマメイちゃんの真の輝きに気づいていたぞ。嘘なんか言いません。僕はあのバンドだからこそアマメイさんが輝くんだと思います。だから今の状況はきっとすれ違っているだけで、皆さんと話し合えば分かり合えると思いますよ。アツシ先生、メイ、バンドメンバーと話してみます。そうだ、それがいい。だからその勇気をください。え、何？闘魂注入って言いながらお尻叩くんが、闘魂注入。これでどうだ、勇気ですか？あ、はい。アツシ先生に抱きしめてもらったら勇気が出ると思います。やべえ、恋人じゃねえんだよ。受け入れるな、アツシも簡単に受け入れるな。わかりました。ああ、これでいいですか？これで大丈夫です。ほんまにか、よかった、頑張ってくださいね。はい。この時間は何をして過ごすかの。なんかもはやさ、マッサージ師とお客さんの距離感じゃねえんだよな、この二人に関して。だんだんなんかいい雰囲気になってきてるけどさ。これバンドメンバーとさ仲良くっていうか仲直りできたら、暁には付き合ってください言われそうな感じの流れやもんな。よっしゃ、過ごし方を決めましょう。どこかに出かけるのか。掃除したら左上のなんか美化メーター点が上がるんで、それがだいぶ下がってきたらまた掃除ぐらいでいいんでしょう。時には休みも。休憩のコマンドがようわからんけど、お出かけ見て、あ、忘れ物でも。今日今回ハリアモさんと一回も出会ってないけん、気分行くか。なんじゃ、あれは
晴山さん？あ、指原先生、こんばんは。こんばんは。まだお客さんとして一回も来てないけんさ、今回のパート気になってたんだ。こんばんは。どうしたんですか？こんなところで。ちょっと聞きたいことがあるんですが、いいですか？何ですか？俺が今いくら借金をしているかですか？俺が聞きたいです。はい、僕がお役に立てることなら。その叶うかどうかもわからない夢を追い続ける人のことってどう思いますか？叶うかわからない夢を追い続ける人ですか？選択肢のパターンだ。頑張ってほしいと思う。頑張ってほしい。なんで悪いだろお前。頑張ってほしいって思うことは別でええやろうが。夢を追いかけるって言葉にすると簡単ですけど、それなりに覚悟をしないといけませんからね。自分のことを信じて夢を追い続けることができる人は素敵だなって思います。そうなんですね。なんで好感度が下がった？今の言葉になんか悪い感じの言葉はなかったと思うが。あれ、おかしいところはありました？いえ、現実を見た方がいいって言われたらどうしようかなって思ったので。おかしかったのはこの春山さんの好感の基準ですよね。今の言葉に好感度下がるような要素あったかな？俺なんかまずいこと言ったかな？ありがとうございます、参考になりました。ビコンって言うんだったら好感度上がってほしいんですけど、何で下がったんですか？ほんまにビコンですか？このビコンはどっから出たビコンなんですか？嘘ピコンか？嘘ピコンなんですか？それちょっと引きずるぞ。お前もうモビリティの会話なんかどうでもいいもの。俺それは嘘ピコンの事実を受け止められずに、はい、19日の日曜行きます。こうやって次の日多分さ、いきなり春山さんが来そうな気がするよな。出鼻をくじいてきて春山さんが何食わぬ顔で午前のお客さんとして来そうな気がするよな。お孫殿、ご機嫌じゃの。どうしたのじゃ？なんだろう、初めて見るイベントかなこれ。あ、これはお客、予約のお客さんの人が。うめ。で、それが春山さんだったら、まあそれで春山さんが来てらさ、ほんまになんか、演技悪いっていうか流れがあるなって思ってしまうよ。ちゃうよな、南雲先生よな。もう一連の流れ組まれたのかのごとく出てきた。そんな顔してくるな、お前。引きずっとんや、わしは。おはんに好感度下げられたのを引きずっとんや、お前や。見てくださいって何？え？おっぱいのサイズ大きくなったから見せてくれるの？ちょっと、春山さん？お、お挨拶してください。すみません。嬉しい気持ちを指原先生に伝えたくて、つい。まじまじと見たら、またおっぱい大きくなってるか？いいことがあったのはわかるんですけど、何があったんですか？実はですね、前に書いた小説が二次選考を通ったんです。あ、コンクールに出そったんじゃ。すごいじゃないですか。はい、二次選考までは行ったことがあるんですけど、三次選考は初めてなんです。ああ、限界突破したんやな。今書いている小説も自信を持って公募に出せそうです。これも指原先生のおかげですね。俺なんかしたっけ、小説に関して？そんな大げさな。それは春山さんの努力の成果ですよ。そうかもしれませんけど、私は先生のおかげだと思っているんです。指原先生のマッサージに出会ってなかったら、多分こんな気持ちにはなってないと思いますから。なんか照れますね。そこまでさせたんだったら、ちょっとおっぱいの一つや二つ揉ませてくれたっていいんじゃないですかね。今日もマッサージをお願いしたいんですけど、いいですか？もちろん、いつも通りで大丈夫ですか？はい、お願いします。いつも通りってどこなんだろう。肩行くんか。フェイト。イージーでも3やけんちょっと難しいぞ。あっ、すみません、急に。赤いパーツ流行ってんのかな。まだそのこと謝ってませんでした。赤っていうかピンクかもしれんけどね。
ずかったです。やっぱでかいな、この子格別にでかいな、おっぱいがボーンってなんか爆弾やもんな。もうこのおっぱいの膨らみがよう見える角度でって、ね、もう大変エロスであります。エロスでいらっしゃいます。100万テンポラサロメだったらエロスですわーって叫ぶでしょ。エッチーですわーかな。はい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 、右でこう棒が続く間に左でこうやけんさ、離すんと押すんと同時させられる感じやな。これ怖いわ。どうですか、痛いところとかないですか。気持ちいいです。もっと続けてください。おーはい、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 あーやばい。あ、間違えたし、ボタンまた間違えたし。おお、指原先生のマッサージ、もっともっとしてください。いつ胸を揉んでいいんですかね。胸を揉むのも気持ちいいですよ。はいはい、あいあいあい、これ怖いわ。はいはいはい、あーなんかやー、いろいろと間違えた。あーやばい。はいよいしょ、はいよいよい、はいはいよっ。あれちょっとスコア低くないか。ちょっと100万には届きませんでした。これどうなんだ、ギリギリ A のパターンあるか。あ、S でよかったよかった、まあよかったよかった。すごい気持ちよかったです。またお願いします。この子の好感度めっちゃ上がっとうけんさ。あーでも選択肢ちょっと下がっとうけん、若干上がりがストップしとるかなぐらいの感じではあるが、どんなもんだろうな、そろそろ。はい、どうぞ、コーヒーです。ありがとうございます。それで、相談したいことって何ですか。私の気持ちをもう一度お母さんに言おうか悩んでいるんです。小説家になることを反対されるのは分かっていますから。そうやな、一回ちょっと相談してみることが大事じゃ。なんだったらさ、その今三次選考に臨んどんだったっけ。やっぱそういうんって認めてもらえるためにはさ、その結果っていうか実績っていうのが必要だと思う。だから今はさ、お母さんに見てもらうためにいい小説書くっていうんでもいいんじゃないかな。いくら小説家になるために頑張りたいって言っても多分分かってもらえないんじゃないかなって。いや、頑張り次第だと思う。そしてやっぱりお母さんが気にしとんって結果だと思うよ。小説家ってさ、やっぱ結果を出さんかったら食っていけんわけやけんさ、こういう周りから認められる小説書けるんだぞってところを見せてやることが大事だと思うんやけどな、俺は。だからどうしたらいいのかわからなくなっちゃう。だからそれ考えたら今やるべきはさ、コンクールで上位を取ること。それは自分が小説が通用するかとかじゃなくてさ、まずお母さんにこれだけ自分の小説は世に認められてるんだぞって思わせることが大事だと思うぞ俺は。そのために小説書いてみてもええんじゃない今は。なるほど、このお店って祖父のお店なんです。実は僕ここでマッサージ師として働きたいって祖父に言ったら反対されたんですよ。そうなんですか。アホなんじゃそもそも。マジで、そりゃあもうめちゃくちゃ反対されました。
でも諦めず話をしていたら、最後は勝手にしろって言ってくれたんです。根気も根負けしとんじゃ相手が。今はもういないのでわからないですけど、あれは祖父なりに認めてくれたんじゃないかなと思っています。だから諦めずに自分の気持ちを伝えていたら、晴間さんのお母さんも分かってくれるはずです。俺もここまで諦めずに言い続けてから、こんな感じでマッサージ師続けていたし、こんな感じで女の人の体を揉み放題、ほぐし放題しているわけです。興奮です、興奮しています。でも興奮している、この今の状況を作り上げたのは自分の行動のおかげなんです。突然スケベな話し始めたな、みんな顔やめろお前は。そうですよ、ね、ああよかった、そういうわけじゃなかったよかった。ダメですよ、ね、いきなり BGM パッと消されたらさ、何言ってんだこいつって思えたかと思ってしまったよ。怖いやお前。蛇原先生ありがとうございます。私お母さんと話してみます。そうだ、それがいい。話すことでしかわからんことがあるからな、お互いに頑張ってくださいね。僕も応援していますから。はい、頑張ります。お客さんを待ちとするかな。そして19日、今日もこれお客さんを待ちとするかな。昼からお客さんが来るパターンね。おっと、俺の一番の推しの南雲先生、最後の最後に来ました。いらっしゃいませ、南雲先生。ええ、今日もマッサージしてもらいたいのだけれど、いいかしら。なんかちょっと落ち着いた感じで、なんですかその顔、なんですかその顔。それはもちろんいいですが、最近何かありましたか。どうしてそう思うの。今ちょっとおっぱいの揺れ方が若干いつもと違いましたからね。その人の心の違いっていうのはおっぱいに現れるって、俺の中の人生のなんていうか格言ちゃうな、経験論っていうんであるんですよ。今ちょっと南雲先生のおっぱいの揺れ方がいつもと角度が若干違いました。これは心の中で南雲先生何か考えてる、何か気にしていることがあるっていうことの表れです。俺は見逃されません。皆さんは一緒だと思うでしょうか。俺は見逃されません。かなり疲れてるみたいなので顔色も良くないですよ。そうなのね。実は学年主任の先生と揉めたの。もっと生徒に歩み寄って物事を考えなさいってね。はあ、何が悪いんだろうって考えていたら眠れなくなっちゃって。何が悪いって考えるよりもさ、そこは何がいいんだろうって考えれば方がいいんじゃないかな。何が悪い、じゃあこうする、こう直せばいい。何が悪いってことはさ、何が悪いって点はなかなか見つかるもんじゃないよ。それよりはさ、悪いことよりもいいことをさ考えて、そのいいことを実践した方がいいんじゃないかなって俺は思うけど。ほとんど寝てないってことですか。体に悪いことですよ。大丈夫よ、私には指が。そういう頼り方は良くないと思うわ。先生にマッサージをしてもらえたらこれくらいのことなんともないわ。なその昨日夜3時間しか寝てないけど昼寝すれば十分いけるよねみたいな、そういう感覚で物事考えてないかお前は。わかりました、僕はもう南雲先生が楽になるよう頑張ります。え、それじゃあいつも通り。何がキャーだお前。どういう物理性、どういう物理法則しても、お前の足の元は、お前。こける様子なかったと思うけど、今。南雲先生、うわ ごめんなさい。指原さん、怪我とかして、ない、かしら。指原さんはエッチね。お前が言うなや。しかも何をお前、エッチねとか言いながら嬉しそうな顔したんだろう、お前。ちょっと待ってください、今のは僕は悪くないですよね。そうじゃわ、単独事故や、南雲先生の単独事故やし、巻き込まれたん俺やし。いいのよ、溜まってるんでしょ。私の体で良ければいくらでも。そういうとこやぞ。もうまずらでもないとこの顔じゃないぞお前も。これ学校の教頭にでも話したら懲戒解雇やるんじゃないだろうか。溜まってるって何がですか。何って、私に言わせる気なの。ここまで聞いて逆にお前が言わんでどうするんだって思うわ。よくわかんないですけど何がいいんです。言わなくていいです。それよりマッサージしましょう。そうね、
お願いするわ。目うるうるさせるな。もうそういう南雲先生が僕は大好きですけどね。どうやら本当に疲れてるみたいね。さっきはどうかしてたわ。いや、その前にそのポーズもどうかしてるんですけどね。心配してる。そう、また開けたらパンツ見えるってわかるでしょ。気持ちだけでも嬉しいわ。どうかしてるん。あ、でもこの角度といい、この髪型好きやな俺。やっぱ俺ショートヘア好きなんよ。ショートヘアで体がスラッとしとっておっぱいは大きいで、何気に俺メガネって意外と好きかもしれねえ。真面目そうな見た目でさ、エッチとかもう完全に俺の性癖に貫いてきてるよ。だから俺南雲先生が一番の推しなんですけど、こんな真面目な顔しとってさ、割ととんでもないこと言い出す。しかも今回は笑顔でだからな、そりゃ刺さる。いつもよりずっと聞いてる感じがする。そうで、確かにこんなポーズしてないもんな。もうなんか身を任せた感じになってるもん。猫がさ、野生を忘れてへそ転生やもんやぞ。はいはい、よっしゃ、いいぞ、いい感じにリズム取れる。このままフルコンボ行きたいな。本当に私の方が溜まってたみたいね。そうだよ。南雲先生たまにさ、とんでもないこと言い出しておけさ、溜まってるからなんだな。俺が吐き出させてやるよ。それにしても露出の具合がさ、風紀乱れるよこれ。上野先生から言われたってこういうところなんかな、もしかして。こんな状態で生徒にもっと接していったらさ、生徒話してる。考え改めた方がいいのではないか。よっしゃ、フルコンボ来た。大好きな南雲先生の時にフルコンボ出せたのは俺としては嬉しいことです。ありがとう、指原さん、気持ちよかったわ。次も楽しみにしてるわね。俺も南雲先生からどんなトンチンカンな動きが見れるか楽しみにしとくわ。南雲先生のいいところはさ、その立った状態でちょっと揺れただけでプルンっておっぱいが揺れるところです。おっぱいの揺れ方がしっかり見えるんって南雲先生だと思うよな。そういうところも遠目しております。あら、私寝ちゃってた。マジで寝とっちゃう。あ、起きたんですね。よっぽど疲れてると見てる。寝不足って言ってましたし、しばらく寝かせてあげようって思ったんですけど、声をかけた方が良かったですか。うん、大丈夫よ。おかげで体が楽になったし、睡眠も取れたわ。それは良かったです。でも無理をしたらダメですからね。そうよね。だけど指原さんのマッサージのおかげで仕事に集中できるから、つい頑張っちゃうのよ。じゃあ今度から拒否るぞ。そんなこと言ったら今度から拒否るぞ。適度に指原さんと出会っていなかったら今頃倒れていたかもしれない。やめて。それはあかんわ。お前、縁起でもないこと言わないでくださいよ。僕は本当に心配してるんですからね。ありがとう。南雲先生は自分のことだけを考える時間が必要だと思います。ストレスは体調の変化として現れやすいですから。偉そうに言ってすみません。指原さんは本当に心配してくれるのね。そうね、
今日は指原さんの言う通り、ゆっくり休むことにするわ。そうだぞ、早めの時間に寝るよ。夜の7時ぐらいにしとけよ。早すぎるな、それは。師匠はさ、本とか読んだりするの？ん？書物かな？この手で読めるか？最近は読むことも少なくなったの。前まで読んでたような言い方するな。ここに来てからは、お孫殿が持っている本を読んだぐらいじゃ。え？ちょっと待って、それどこにあった本なのかな？引き出しの中じゃ。あれは教育書か何かかの。様子が書かれていたのじゃ。ホッケー大工。先代は持っていなかったからの。本は新鮮で面白かったのじゃ。先代持てない。あんだけさ、あんだけ女の子に声かけまくっていた先代すら持ってない保険体育の本を持ってるのか、アツシ。あーはい、そうですか。え、何を落ち込んでいるのじゃ。いや、なんでもないよ。それでなんじゃ、本などと言ってきたということは春山のことかの。え、うん、そう。なに、お主が心配することは何一つないのじゃ。お孫殿ができることはあれで全てじゃ。あれ以上春山が求めるというならば、いろいろと変わらねばならんのじゃ。というと？じゃから、あやつが夢を追い続けられるか否かは本人次第じゃ。あとはわしたちは春山が書いた本を読めるように願うだけなのじゃ。そうやな、頑張ればほんまに出版っていう道もあるだろうし、そこまで来たらお母さんも認めてもらえるだろうな。そうだね、プロテインだね。というわけで日曜も終わりだ。はあ、日曜働く気分っていうのは俺結構感じたことがあるけどさ、なんか世間が休んでいる間に働くっていうのは余計使えるよな。なんじゃ、やることがないのかの。予定特になしとかいうイベントがあった。まあ予定がある休日ってあんまりないから。休日なんきょ、うん、それなら店の掃除でもしたらどうか。前にやったわ、休日でお店の掃除をするのもな。客に満足してもらうためには。前にやったわ。綺麗な店内も大切だと思わぬのか。前にやったからな。確かにそうだね、じゃない、前にやったからもう、ああ当分言えよ。掃除は行き届いておるからの。一つのこの時間は何を休日なんじゃ。まあ今回はここまでさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。気づけば20日、残り10日になったんか。高回はまあまんべんなく上げられるけんよしとしましょう。うん、ところでですね、皆さんに報告があります。このゲームですね、だからパート1の時もちょっと話したというか宣伝タイムどこにも言ったんですけど、ちょっともっとエッチにする、絵柄をもっとちょっともっとエッチにする後付けのパッチがあるんですよ。それね、次回のパートから導入してみたいなと思うんですよ。まあうまくいくかどうかっていうのはねやっぱ YouTube の方でね、その R18 指定に引っかからんかっていうのが心配なんですけど、他の実況者さんがアップしてるやつを見ればさ、パッチ入れとっても R18 に引っかかせない動画多いよね。やけん俺も入れてみようかなって思うんですよ。ちょっとそこ引っかかるかなって思っとってこれまで入れてなかったんですけどね。なんで次回からもっとスケベなところが見れるってことで期待してもらうのどうかな。もしかしたらパッチは入れるけど俺の編集でちょっとモザイクかけるかもしれんしな。まあそれは YouTube との相性の話なんでまあ期待半分、いやー、あんまり期待せん方が、もうどうでもいいです。まあ、次のパートも興味があったら見てください。おつけい。